次に、徳本吉高さん。ただいま、ご指名をいただきました、宮津申請会の徳本吉高です。私ども市議会議員が。議会基本条例に基づき。 市議会議員16名を3班に分けて、自治連を主な単位とし、年2回、4箇所以上で、合わせて宮津市内12箇所の公民館等をお,、えー、お借りし、議会報告会を開催することになりました。残念ながら、ご参加いただいた市民の皆様も、私たち議員も初めての経験でしたので、 議会報告会の趣旨や意義が十分伝わらず今後の課題が浮き彫りになりましたがこうした取り組みを引き続き実施しながら市民の皆様と議会との距離を近づけることや議会から見た市政の現状報告等広範な市民のご期待にお応えすべくなお一層努力することをお誓い申し上げ 以下通告に従い所要の質問をいたしますので市長におかれましては市民の皆様や議員に向けて分かりやすく率直でより具体的なご答弁をよろしくお願いいたします最初に浜町再開発用地の総合的な開発計画及び具体的な利活用計画についてお尋ねいたします もとより、再開発用地の利用、利活用計画としては、宮津ビジョン等に基づく各種計画があるように聞いておりますが、その一方で、5月28日の記者会見で、株式会社まちづくり推進機構の在り方、つまり、負債残高6億5500万円のパーキング浜町の駐車場経営の課題や、 経営改善を検討する委員会、公認会計士、弁護士、その他専門知識を有するものを設置すると発表されました。井上市長は、本市の市長として、間もなく2期目の折り返し点でもある、6年が経過しようとしていますが、宮津真心市のプリハブ施設だけが、 現存している現状を見るにつけ当該土地の具体的な開発計画や利活用に関する計画について市民や市議会議員に明らかにすべき責務があると資料をいたしますつまり今回立ち上げることになった専門家による検討委員会を設置しても当該近接地の利活用計画等が 示されていない現段階では議論がたちまちパーキング浜町の処分方法についてのみを議論する委員会になってしまうのではと危惧いたします市長のお考えをお聞かせください次に ICT 利活用推進事業コンソーシアムの構成事業者が宮津市内の事業所を閉鎖いたしましたが今後の 本事業、特に買い物支援事業の事業継続への影響についてお尋ねするのですが、本事業については、会計検査院の指摘から始まり、総務省への返還金が発生しましたが、当該に事業者からの協力金名目で返還を求め、国への返還に充当することになりました。 また、合わせて市長以下の関係職員への処分も行われ多くの市民や議員から本事業そのものの継続について疑問符が付けられていましたが未返金であった当該事業者から5月11日に協力金が納付され国への返納手続きが終結いたしました。そこで 利用者の不慣れもあり、当該事業者の通信網を利用した買い物支援事業は、これまでの営業実績を勘案すると、現状での事業継続は極めて難しいと考えていました。かねてより指摘されてきたとおり、当該業者の通信網の脆弱性と容量不足に伴い、 この通信網を利用した事業や本業者が関わったシステムにつき苦情が多く出ていましたが現状について事業継続に支障が出ていないかをお尋ねいたしますそして今後回線利用による通信料の取り扱いや当該事業者による回線等の保守点検や 関連システムの保守、点検について、どのように対処されるのかをお尋ねいたします。当該業者、ICT 利活用推進事業コンソーシアムの構成事業者が、宮津市内の事業所を閉鎖をする件について、いつごろ連絡を受けられたのか、また、業者は本事業の提案業者として、責任や、 事業継続に対するアドバイス等、これからも果たすべき責務があると資料いたしますが、市長のお考えをお尋ねいたします。最後になりますが、平成24年5月30日付の京都新聞に、高齢者の買い物支援という特集記事がありましたが、記事によりますと、若い頃や元気だった時は、 国もならなかったスーパーへの買い物も足腰が弱るととても辛くなってくるし自動車の運転ができなくなると交通手段も限られるそんな時に電話一本で食材からお米や生活用品などが即日届くしチラシを見ながらおいしそうな食品を注文できるスーパーの 買い物代行サービスの利用者が増加し一部パソコンのできる人はインターネットによる買い物代行業を利用しているとの記事であります宮津市における高齢者の買い物支援策は電話利用インターネット利用買い物バス利用など複数の方法を利用者が選択できるようにしなければ本来の 買い物困難者への適切な施策とはなり得ないと指導いたしますが市長のお考えをお尋ねいたします以上で平成24年6月定例会における質問を終わります議員各位並びに理事者の皆様ご清聴誠にありがとうございます 井上市長徳本議員のご質問にお答えをいたします私からは一点目の浜町再開発用地の総合的な開発計画と具体的な利用計画についてのご質問にお答えし二点目は担当室長からお答えをいたします本市においては 景気低迷の長期化や人口の減少も相まって地域経済の疲弊が深刻でありまして特に町中においては空き店舗が増加するなど地域活力全体が減衰をしてきておりその対策は喫緊の課題であります。これは北近畿最大大の観観光光地とという大きなアドバンテージと観光に生かせる 資源が豊富にありながらこれらが有機的に生かせきれてないことも要因の一つであるというふうに考えておりますこうしたことから街中への観光客を貫流させる拠点また玄関口として位置づけている浜町地区に農商工間の密接な連携によります物産と食の拠点宮津マルシェというふうに言ってますけどもこれを平成26年度予定の 京都自動車道の前線開通時を目標に開設することととしていいるこころでございますこのため、浜町地区に水産物直販所、から千葉産品加工販売所、飲食施設等を整備することとし、これらの実現方法を取りまとめたアクションプログラムをできるだけ早期に策定をいたしまして、具体的な計画として、 お示しししてていいいくここととしているとるろでございます一方株式会社まちづくり推進機構では浜松地区に所有する立体駐車場の経営課題や改善方策並びにまちづくり会社としての市街地活性化への掲げ方について検討を行うため専門家で構成をされます 経営検討委員会をこの6月中をめどに設置することとされたところでございます。その検討に当たりましては、隣接する再開発用地の利用計画も、も一つのキーポイントになることは、ご指摘の、議員ご指摘のとおりと考えております。そうしたことから、この浜松地区の利活用計画も踏まえた上で、会社の今後の在り方が検討していただけるよう、 アクションプログラムをできるだけ早期に策定してまいりたいと考えております。ご理解賜りますよ、うお願いを申し上げ、答弁とさせていただきます。川島健康福祉市長。次に ICT 利活用推進事事事事業業業業関連事業者のの所閉鎖にに伴う事業継続への影響についてであります高齢者健康を見守りおよび買い物支援サービスのシステム開発と通信サービスの提供につきましては日本通信株式会社の子会社であります単語通信株式会社が行ってまいりましたが本年3月末をもって 事務所は閉鎖されました一方日本通信株式会社においては本年2月に丸紅株式会社との共同出資により日本通信株式会社の通信ネットワークを利用して新たに法人向けの通信サービスを行う関連会社を設立され本システムの通信サービスはこの関連会社に引き継がれたところであります。 このことから、回答の順序は前後いたしますが、通信料の取り扱いにつきましては、この関連会社と通信契約を取り交わし、事業継続を行っております。合わせて、保守に関するご質問がありましたが、通信上で生じた不具合等の保守は、通信ネットワークを提供する日本通信株式会社が責任を持って行うこととなっており、 今後もも本事業のの継続にに密接に関わっていただくものでありますまたシステムの保守につきましてはサーバー機器を納入しシステム開発にも関わった稲葉株式会社においてサーバー機器の保守と合わせて一体的に対応していただいており必要がある場合には日本通信株式会社にサポートしていただくこととなっております。 従いまましししてて通信サービスのの提供事事業業者が交代しましても事業継続への影響はないものでありますなおこれまで寄せられた苦情問い合わせについては「パッド端末の電源が急に切れた」「立ち上がらない」といった内容が多く機器の性能上の問題もないとは言えませんが「パッド端末の操作の誤りによるものが主なものと考えております。 次に事業者の閉鎖の連絡を受けた時期についてのお尋ねでありますが本年の2月中旬に会社を解散する方向とのお話を単語通信株式会社社長からお聞きしております。最後に買い物支援における利用方法についてであります。パッド端末を使いこなせる高齢者が少ないことからこれまでから 宮津商業共同組合と共同しパッド端末を商品カタログ代わりにまた商品カタログ冊子を作成し電話注文による受付も併用で行っていただいておりますしかしながらまだ十分浸透しているとは言えず今後におきましても宮津商業共同組合と一緒になって利用方法の拡充も含め より多くの方に利用されるよう精力的に取り組んでまいりたいと考えております。ご理解賜りますようお願い申し上げ答弁とさせていただきます。徳本吉高さん。はい、あのご答弁いただきました。あの今回滅多にないことで私、あの普通なら。 次の質問なんていうの、ね、あまり考えてもないんですけれども、おそらくご答弁がそういうご答弁に終始するだろうなと思いましたので、実と言いますと、まああの、ご承知の方もいらっしゃるとは思うんですよね、まず株式会社、まちづくり推進機構、特に浜松パーキングに関する経営状況は、宮津市からの出資金1億775万円、それから平成11年から平成14年、 追加出資で1億4325万円この時は平成13年14年とは他の一般の出資者はあの出資に応じてくれておりませんねその後平成14年から平成24年までは皆様ご存知のように宮津市からの無利子の融資となり短期貸付金に依存するもので、まあ、実際のところはもう限りなく不正常な状態で、まあ、事実上経営破綻しておると。 以前から私は委員会や本会議において特に地方財政法の一部が改正されてです、ね、平成21年から25年の間を対象期間とした第三セクター等改革推進債この導入を含めた抜本的な改善策を検討すべきだということを何度か指摘してきました。そこで今回 設置されることになった専門家による検討委員会なんですがねまあ駐車場経営の問題把握改善方策うーんまあ先ほど指摘したようにはね課題解決や即効性のあるような改善策はあの提案はできんと思っておりますなぜかというとねこれあの市長市長がもう宮津の市長になられて平成19年にこの同じ ようなものが経営改革基本方針というのを作るために、同じような会議やられましたね、検討委員会を。そして、その中でいろいろ検討したんだけども、結果的に言うと、まあ、今見てもらったら分かるように、何の効果も出てないと、まあ、当時と同じようなまあ状況ですよね、あのアクションプログラムに基づいて、早う計画を作るとおっしゃったけど、じゃあ、具体的にいつできるのかなんてあのおっしゃりもしないし。 具体的にというのはアクションプログラムに基づく計画を何年何月頃にこういうふうに提示しますというのを具体的にというんですよ。日本語ははそういういいに僕は習いましたですからここで一番肝心なのはねその時も周辺の近接地やそこら辺の、まあ、どう使っていくかもうそんなことがね用途も目用途は決まってたのかな。それから 目的なんていうのはまだはっきりしてなかったと思いますね。そんなことが何も決まっていない状態から、どんな検討委員会を開いても、実際には機能しないんですよ。で、最終的には、その、まあ、さっきから言うているように、もうあの処分というか、はっきり言うと、この処分につきましてもですね、えー、以前のいろんなご答弁の中でね、 徳田市長さんも、うん、駐車用部分については、市営化も含めて検討するという答弁もあったし、井上市長さんも、市営化も含めてあの検討するんだというご答弁もされてますね、そこでちょっと私、具体的には、ね、提案しておったあの第三セクター改革推進債の対象期間がもう25年までなんで、もう悠長にやる時間がないんですよね、ところがこれを導入しようとすると、うん、その条件があります。その条件は えー、損失保障をしている法人等の解散、または事業の再生が条件であり、法人の解散とは、破産手続きおよび特別清算手続きによる法人が清算する場合に限るものである。また一方、事業再生とは、再生手続き、公正手続き、特定調停手続きと、一定の要件を満たす債務処理に関する計画を作成し、 債務処理を行うううここととが必要であるとこういう条件なんですねなぜこれを言うかと言いますと、実際問題で財源ということが考えれなかったら、何の処分の話も出てこないわけで、実際問題、6億5千万から7億5千万オーダーの大変な負債を抱え込んでいるわけですね。この問題を何とかして処理をしていかなければ、宮津市の将来も明日もないわけですよ。ですから私は具体的に、 どんな素晴らしい計画とかなんかがあるんだったら、その計画によって、ね、周辺地を利用することによって、また浜町パーキングにも利用台数が増えて、できるというような、そういう明るい目が見えるのかなと思って、ご質問をしたんですけれども、残念ながら、その時期も、具体的な事業名も示されたような具体的なご答弁がないんでね、もう一回聞きますので、そのアクションプログラムというのは、一体いつ頃出されるんですか。 そしてそれはどのような形で議員や市民の皆さんに提示されるんですか。こんなに宮津市の税金をどん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 使い込んでいって、もう今、無利子で6億何もという金が入っているんですよ。それを考えたら、そんなのんきなこと私は言ってられないと思うんです市長のおお考えをお聞きしたいいと思います。 小西術循環室長、えっとおまあ浜松市のアクションプラグロプログラムのあその具体的なあ考え方というご質問です。えー、このあのアクションプログラムにつきましては、えっ、ー、と先般あのお全教で、えー、一枚のシートをお配りをしまして。 えーまあ、あの計画期間なりそれからの事業の主体といったところを決めてお示しをしたいということで、えーまあ、現在今24年度でございますので24年度中に第一答弁で申し上げましたあそこはの水産物加工所から加工施設と議員が触れられた。 ま心一とと、まあレストラン、まあ、こういったあのジャンルの施設を整備をしていきたいということで、まあ、予算もいただいて、えー、今日まで、えーまあ、研究・検討をやっとったということなんですがこの24年度におきまして、まあ、一定の,その事業の,その展開の仕方というところを、まあ、詰めましてアクションプランとしてえー お示しをしていきたいということを申し上げております。でまあ、第一答弁でなるべく早期にということで。えー、申し上げました。で、まあ、一方でその議員の方からあーまちづくり推進機構なり、パーキングハモアし。まこの在り方をその第三者委員会で検討するといったときにまあ、私もあの議員が言われた。 あの一角に立っておる駐車場でございますので、えー、まあ、市の方としてはあの金でか,から駐車場は必要だということで、まあ、場合によっては市が買い取るということもこの本議会で、えーまあ、考え方の一つということで申し上げてきております。そういう関係で、えー、その誰がそのあの駐車場を経営するにしても、まあ、議員言われた周りとの相乗効果で。 今、当初、目論んでおりました、いわゆる駐車する車の回転率、1日にその同じフロア、あのスペースに何回車を置くかというような回転率も当時の目論みからかなり落ちておりますので、今、議員がおっしゃった、近隣地区の開発整備計画とパーキング浜町そのものの相互のに関連する事柄がないと。 議論にならなゃならないんじゃないかという具合にあの私も思っております。ただ、あのもう一点はあの第一答弁で申し上げました。そのまづくり会社ですので、あ、あそこだけじゃなしにまあ、もう少し広い意味でまあ。街中観光全体もまあ、見た場合に会社としての果たす。役割といったところをまあ、どこに置くかというこの2点を。 まこの経営検討委員会で第三者委員会でま検討をしていきたいというぐらいに思っております。で今日あの例えば今年の10月とか1 2月とかいうのは具体の月までは言いませんけれども、あのその辺の事柄が見えてこないと第三者委員会の議論も進まないのではないかというあのことは十分踏まえておりますので。えー まああの第一答弁の繰り返しになりますが、あのできるだけ早期に作りまして、えー、議会はもとより、えー、広くお示ししながら、第三者委員会のいわゆるあの参考検討資料という位置づけにしていきたいという具合に思っております吉さん、はい、あのそれからちょっと先ほど、あのー その通信網、まああの、正式には MVNO というあのややこしい言い方をすると仮想移動の、まあ、なんいうか通信網のことを言うんですが、ね、これはあ,のあちらこちらあのはっきり言うとこの田舎にはあまり向かない通信網であるというこのことはもうほとんど業界の常識になってますよね。 というのはあの例えば au だとか KDDI だとかそういうあの電話会社が全部網羅して当然どんな通信網であるがか全部利用できるというのはこれ本来のシステムなんですけどもそれがこの宮津ではおそらくできないところがたくさんあると思いますね。それでパッドを使うということになるともうその時点でそこはもう使用不能なんていうようなことになってくるんですね。ですからそういうことも含めて本当に考えてやられているのかどうかということをね あのこれはあの専門外の人が福祉の担当者がやったっておそらく分からんだろうと思うけどもやっぱりそういうこともちゃんと研究をして対処していくんだということも出てこないときめ細かいあの市民に対するやっぱりあの先ほどから言っているように買い物弱者というかやっぱりそういう困難者の方にきめ細かいやっぱりそういう愛情のある施策を打っていかないと。 いけないいんじゃないかなかと思うので、そういうところの対策、具体的には僕、ここで今申しませんけれども、あのおそらくご存知のはずやと思いますから、そういうことも考えてください、それから、えー、っとちょっとこんな話があります、あの先ほど、小、ま、林、あ、あ市長がそう言って答弁して、あのまさしくね、その通りですよね、やっぱり誰から聞いても、やっぱり周辺のことがはっきりしてこないのに。 その中核にある駐車場がどうなるこうなる経営がどうなるこうなるっていうことを議論してもなかなか前進まないだろうとまあまあ,あの100分譲って今それからそれ以外のまちづくりについてということをおっしゃったんでまあその部分があるのなら検討会議すること自体は別に問題はないだろうとは思いますでもただ時間がねあんまりないんですねというのはこれ一定処分しようとするとやっぱお金が要りますよね でそのお金といっても財源はなんだといったら、まあ、一つが今、私が言っているように、第三セクターの改革推進債、これが重当率100%で、まあ、当然、えー、ところがこれはサルセクの推進債というた利子補給しか実際ないんですね、これ、銀行から借り入れですよ、あの国からじゃなくてね、銀行から、市中銀行から借り入れなんで、それとまあ有利な方で言うと、まあ、いわゆる過疎債を重当ということになるんだろうけど。 これは過疎債っていったって、まあ、これはまあ一応ね、100%重当の70%の交付税バックということがあるので、これの方うはまあ有料なというか、まあ、いい有利な財源にはなるんだろうけど、おそらくこれだけではいけんと思うんで、そうするとまたそれ以外にも市中から、例えば企業債、駐車場債ですね、こんなものを重当していかないかんとか、どうしても、ね、市中にまたお金を借りに走るというようなことが多くなるわけですよね。 ですからそういうことを考えるとやっぱりなんとかしていいタイミングでもうこの時期を得た時にやらざるを得ないんだろうなとは思いますで市長ここからはちょっとあの市長が喜ぶかどうか分かりませんけれどもあの提案をちょっとしてみたいなと思うんですねこれ質問の,あの市長なりのお答えをもらったらいいんですけれどもあの現在の真心市が宮津真心市がありますねその用地と その向かい側を合わせてみても今言われているようなものに使うにはちょっと狭いんじゃないかなと私思うんですね。それで今宮津真心市があるスペースからあの要するにいうかタイルで貼ってあるとこで福員にして約2 0メートルから2 5メートルの福員をもうこれをごめんなさいこれをねずっとあの宮津湾の方に向かってというか階ありがとう。 ずっとこう今、阪急の土地になっていますけども、これは阪急はもともとだったら、あの本来なら、これはあ,のあそこはリゾート開発のための用地として。 えー、観光とかリゾート関連の,の使用をしなければいけないというような、まあ、網はかぶせてあったはずですけどもこれはおそらくもう時効がきとっていろいろとその辺の問題は、まあ、難しいかなと思いますけれどもあそこからずわーっとあの海岸線のところにきれいな芝生があるところまでをねあれをつないでしまうんですねで逆に言うと築山のある公園あの公園との境をもなくしてであそこをもっと一体化してこう使えるようなね なんかそういうファミリーが来ても遊べるような、でいろんなこうイベントが打てるように、履物いりませんよ、一応。履物なんか作らないで、その時その時によって使いたい人が、こんな形状で使いたいと言ったら、そのテントをする、こうするとかね、そういうふうなことに使っていった方が、私はもう現代的かなと思うんですよね、携帯はえれますから、すぐに。それと、一番いいのが、まあ、あの佐藤さんにもトイレはあるし、ミップルさんにもトイレはあるし、それからハンマチパーキングにもトイレはあるし。 それから公園にもトイレはあるし、この一番肝心なトイレの整備とかね、水の整備とか、そういうことをしなくていいというのは、これ、市長有利ですやん。ですから、そういうことを考えて、あの前向きにね、とにかくあそこを使って、活気のある宮津を作るための一つの核として、やれるようなことはいかがでしょうかね、これ、市長がどうもうんうん言ってくれてるんで、これ、答弁がありそうなんで、期待して待っております。以上です。井上市長 まああのご期待に応えるかどうかは分かりませんけども、今の、ののミップルさんの駐車場のところですね、あそこを、その用地をまっすぐに海岸の方まで届くぐらいのところですを確保するようなことを考えたらどうかという話だとは思うんですけど、それは本当にもうおっしゃる通りだと思ってます私も随分と考えてきたところでございまして、公園面積であってもですね、え、ー 4%ぐらいはあの公,共施設公共施設というか、まあ、あの飲食店なんか公園にったらたくさんあのレストランとかなんかあると思うんですけども4%ぐらいは下関公園の一部としてそういうのを使うことができますしとも可能だろうなと思いますしそれ、うん、から阪急、うん、さんの用地になってますけどもあそこもお,おそらく阪急さんに譲るときにです、ねうん、買いの取得薬がついてるんじゃないかなと。 に思ってますので、まあ、こういう厳しい財政状況の中ですから阪急さんから、まあ、その買い戻し特約で,です、ね、何年も経ってませんのでそれがどのぐらいこう考えてもやっ,ぱりやっていかなきゃならないようなご提案じゃないかなというふうに思いましてです、ね、私もほで今のマルシェを作る時にはです、ね、公園側の男もしっかりと確保してですね持っていいものを作っていこうというふうに 考えてみたりだから、また今のミップルのところもですね、阪急んと協議をしながらですね、できるだけ土地もリーズナブルでとか、できればまあもう無償で提供していくのが一番いいと思うんですけども、そういうことも考えながら、しっかりとしたマルシェというのを考えていきたいというふうに思っているところでございます。いますけども本当にあの質問たただきましたあの パーの検討委員会の方におきましては、しっかりとですねえ周辺の方の、これは委員会ですので、周辺の方の計画なんかもですねある程度、がまあ先を見通してですねしっかりと考えてもらったらいいと思うんですけれども、そういうようなことも考えながら、十分、バーキング浜町まちづくり推進機構の在り方についてもですね考えていただけるというふうに思っておりますし、私も浜町全体の整備につきましては、本当にもう、 6年前からですね、これは早く何とかしていかなければならないということをずっと考えてきました。で私の頭の中には、もうしっかりと、浜町はこういうふうにしていこうというのはできていましてですね、それをいざ,いざやっぱり移していくということを考えるとです、ね、まあ、実施に向けて動かしていくとい考えると、やっぱりどういうふうな整備手法でやっていかなきゃならないんだと。ましてや財源 財非常に厳しいときにですね、じゃあ財源はどうしていくのかということを考えたときにですね、なかなかそれがはっきりと踏み込んでいける、直ちにやっていけるというふうな、あれが確信が持てずにずるずるときたのが現実ではないかなというふうに思っていまして、ただ平成26年には京都縦貫自動車道が全線完成しますので、その時はもう京都と 宮津がダイレクトで結ばれるとその時までにしっかりと軽阪神のお客さんが宮津マルシェにですね来ていただいてたくさんの買い物をしていただいて宮津に外貨を落としていただけるとそういう宮津マルシェにしていかないかとそして全力を挙げてそういうふうなことを考えていただいておりまともう時はほとんどもうないところまで来てますので、えー、急いで形を作ってやってあかなきゃならないと思ってますのでできるだけ。 早期に。あのアクションプログラムをできるだけ早く作りましてですね。そして、市民の皆さん、あるいは議会の皆さんにも出の方向というのを明らかにしながら整備を進めていきたいという風うに思っています。まただし本当に苦しい中でございまして。本当は今の。あ、まちづくり推進機構のパーマの駐車場をですね整備するにも。 整備するにか、まあ、一定の方向づけをするにも大変な資金がいる。マルシェを整備をするにもたくさんの資金がいる。これがなければできないと。だけどこれを何とかしなければ本当におっしゃったように宮津の方の明日はないという状況ですので、まあ、全力を挙げてそれを早期に両方ですねしっかりと睨みながら。 整備をしていきたいというふうに考えています。まあどうお力添えをいただきたいと思いますので、よろしくお願い申し上げます。小西実循環循環市長、すみません、ちょっとあの生産論だけちょっと失礼します。あの三世債今にあのオフレになったように、えー、まあ損失保証にまあ当てられる部分で。 ございますので、まあいますので、7億近い借入金があると言いながらも、あの当然財産を持ってますので、まあ、あれとそのバーターにあるもの以外のお金に対して、この地方債が発行できるということになります。で、今、議員の方から、交付税措置の話がありました。で、この三節債の管理償還のいわゆる利子の部分について、確かに特別交付税の参入制度が、 あるんですけれどもちょっとあの細かい計算式がありまして、えー、その標準財政規模の10%を超える残額、あの記載の残額がないとあの発行できない、あの対象にならないということになってまして、まあ、宮崎市の標,標標あの標準財政規模が60億から65億ぐらいですので、その10%、6億5000万以上の第三セクター改革推進債を借りた場合に、 その利子の半分が特攻に入るということですので、あのどういう借り入れ金額になるか分かりませんけれども、借り入れ金額によりまして、交付税参入がある、ないというのがあの決まってくる制度ということで、あの基本的には参入あるよとうふ言うとるんですけれどもあの、個別のケースごとに変わってくるということで、あのご理解をいただきたいと思います。 それとあの本体の方、まあ、議員に触れられました、まあ、過疎債だけではあかんじゃないかということで、まあ、これまでのおっしゃるとおりでございまして、えー、パーキングハマそのものは駐車をしてもらってお金を取るというのが本業でございますので、えー、こういったものは企業債、いわゆる駐車場整備事業債が本来最優先されるというものだと思うんですけれども、まあ、そ,のその半分に過疎債が充てられそうと。 いうことでもし市が買い取る場合ですと、仮想対策事業債が半分、駐車場整備事業債が半分ということで、えー、仮想本について7割の交付税バックがあると、企業債の方はゼロということで、まあ、あの悪玉債と言われるものです、まあ、そういうちょっと制度だけ、ちょっと言わせてもらっております。<laughs>